おざす、ティシスンです。さて今回の BF2042、 まあ朗報じゃあ朗報かな、はい、朗報があります。まあ遠距離系の武器でヤバい武器筆頭であるこちら SVK、このように左上ハンドっていう感じになんかこう弱体化されてる気がする。っていうか多分弱体化してると思う。左上ハンド絶対ある。うん、前は左上のハンドはなかったんだけど、多分弱体化されたのかな。でもなんかパッチには書いてなかったけど、サイレントパッチってやつかね。まあよくわかりませんが、第3やりましたね。ええ、よく弱体化してくれました。うん、気づいたかやっと。素晴らしい。まあ、この調子でね、どんどん武器調整お願いしますよ。はい、というわけでやっていきます。まあその左上ハンドとなったことによって、まあ初段はあんま変わんないんだけど、そのまあ最小順が必要になったかな。敵動くじゃん一発当てたら。はい、それが難しくなった。でもこの距離はね、ほんと腰打ちの方が無難だね。 OK、 どうですか皆さん、この左小順、小順じゃねえわ、左ハンドめっちゃ難しい。こうなんていうかな、もう敵が、まあ、向かって右に動かれたらかなり厄介になるね。まあ、向かって左に動かれたらまだなんとかなりそうなんだけど、はい、もう一発撃って二発目のその最小順が難しいんで、もう一発二発パンパンってしばくことが難しく、まあ、困難に、ね、なってます。まあ、BTK は変わりないんで、こいつの攻略弾の二発キル、全距離全部二発キルっていうのは変わりはありません。だからなんていうのかな、そのうざさは健在なんですけど、まあ、使ってる人間からすれば、まあ、かなり厄介、うん、この左ハンドは。はい、というわけで、まあ、どんどんね、どんどんやっていけるのかな、このハンドで。本当ね、もう中距離以降はもうかなり自分のエイム力っていうのが試される武器になっちゃいましたね。うん、 OK、 はい、この距離はまだいけるか。まあ、あれより離れると本当にね、その2発目当てるのっていうのが難しくなって、まあそれなりに慣れは必要かな。まあ、ただ2発当てりゃキルできるっていうのはなんかこうやっぱあれだよな、もう1発60っていう高ダメージもあるからね、ワンショでしばけることも多いでしょう。でそこ OK、 はい、まあよくやってくれたはやってくれたけど、なんかもうスパン挟んでほしいね。こうまあ BTK の悪化です、全距離全部はさすがにやりすぎですわ。アーマー挟んでたら、うん、さすがに50ダメージで、あのキルにはつながらないみたいなのも欲しいな。うん、はい、というわけでまあやっていきますが、あ、これ絶対 AI だわはい OK、 まあ、1人やって、であとはちょっとあの陣地前の人らは、敵ヘラは多分肉入りでしょう、生身のはず。さあちょっかいかけに行きたいが、あ、これね、これ多分人だと思うんだよね。さっき弾抜けたヒットマーカー出なかったよ。はい、というわけでね、あの今までの SVK ならね、こう一発当てて、まあ、ポンポンってキルできたんですけど、できませんでしたね、さっき。で、ボーッと撃ってることによって他の敵にしばかれるリスクも上がるということで、まあ、まあまあの弱体化だと思う。橋下いるか、了解、お相手いたす。で、そこら辺がいるね、ヘッショヘッショ90もちょっとな、これ確か一発90でしょ、ヘッショに当たると。まあ80分なんかな、アーマーつけたら70とか、あ、アーマー関係ねえか、ヘッショ、あ、失礼しました。で、2人抜いて、いいね。なんかすげえな、風が、あ、なんか来た、弾がね頑張れ MP28、 あ、よくぞ頑張った、 OK。 あ、マイクにザーザー言ってたら申し訳ない、なんかすげえ突風吹いてんすよ、あの外、高知県やばいわ。はい、というわけでまあ気にせずね、やっていきましょう。まあ BF2042 の台風に比べれば、台風、いや竜巻か、可愛いもんですわ。はい、で、さあ寝転がってるね。はい、で2発でとどめ刺しきれなくて余分なダメージ食らったね。こういうの積み重なってってデスとかに繋がるからね。はい、ちょっと遠いか、あ、いけたね。まあ反動が上がっただけだから、結局そのままさ、あの最小順せずにエイム置いとけば元の位置に戻るんだけど、うん、普通こうやって動くんだよ。だからその最小順が結果的に難しくなって、キルにはつながりづらくなったかなっていうのがありますね。さっきみたいに永遠と棒立ちしてるのはレアなケースやで、結構撃たれたら大体逃げるからね。はい、でさあ、あとはで、まあここら辺近辺にはもう敵兵いないかな、味方も結構いるし。さあ本元 A2 狙いましょう。で、なんかでっかい弾飛んできたが戦車か、
ただここギリギリ車線じゃないんじゃないかな、まあ、なんかそんな気がするが。であれ、はい、何発外しますね。まあさっきのはあれだけど初段から外してたけど、はい、見なかったことにしてください。というわけでね、 A2 に攻めていきましょう。まあ、元来の SVK の性能なら、まあ、この A2 は結構楽しい拠点だけど、うん、敵割と棒立ち打ってる時が多くて、割とね SVK なら漏れるんだけどね、キールを。さあどうなんでしょうか。まあ、とりあえず前に行ってみましょう。はい、さあここら辺からそろそろ怪しい気がするけど、ちょっと頭一個が、まあ、やや不安だが、まあ、一応打っていってみるか。で一発当てて2発目、ダメだこれはいけない、助けて。あそこら辺でやり合ってるっぽいな、任せろ。あ、ちょっとグダグダなってる、エームが。はい、まあいいでしょう。で弾飛ばしてきてるな。で弾飛ばしてきたやつはなんか血煙となって消えたね。 OK、 はい、で右前から、あ、右前味方いないね、なんか死んでったわ。でまあここから打っていこうか。あれ以上あの奥に行くのは若干怖い、さすがに。はい、でどうですか、来てますな。 OK、 いいね。はい、でリロードして、奥から弾飛ばしてきてる。いやーこの距離ほんまきつい。あこの距離はね、もうすでに AR の AC42 と互角ということで、寝っ転がってるね。 OK、 さあ1人頭抜いて、であんまりよろしくないっていうか、なんかケツの方向にも赤つスポットあるけど、まあ、まずは見える敵を抜いていきたいがいや左ハンドなかなかきついですね。1人逃しましたわ。はい、であとは特に見えない、位置変えてみよう。お、蘇生したのかあれは。でいやあ、あれだよな、うん、反動で最小順がグダってで逃すと、うん、まあこういうシーンが増えたね。うん、はい、あとはあの岩場にはもういない。これちょっとな、さらにケツが若干怖いけど、まあ押してってみようか。あ、でここら辺でいますね、撃ってる。 OK、 1人あって、でなんか頭抜けそうだけどそうでもない。まあ、ネームは見えるんだけどな。でもただこれチャンスでしょ。お、いいね。さあこの調子マジで2発目がマジ当てづらいな。うん、こう左バーンって跳ね上がってからの敵にもう一回照準を合わせる、これが難しい。はい、ただなんか慣れたらいけそうだな。あれ OK で OK まあ言うてまだ強いな、まだ強い。ただなんか理不尽な強さはなくなった。さあどうですか、跳ねてますね。 OK で1人やって、あのボルト近辺のところ行きたいな、あの残骸となったボルトのところ。あそこら辺溜まってるでしょ。あ、ボルトなくなった爆発した今、もったいないな、遮蔽物として使いたかったけど。で弾飛んできた気がするけど奥はいないか。さあここら辺で敵の新たなボルト消えやがったくそ貴重な遮蔽物が、これどうしよう。やばい、これボルトに狙われてますね、これ開きまへん、逃げましょう。はい、でさあせっかく前進するもボルトに追い返されて、で味方のボルトが走っていったんで、まあ彼の戦果を期待しましょう。で俺はここから打っていく、いいですよ。で OK まあなんとか2人やって、でリロードして、さあもう一回見てみよう。だからここら辺固まってんな、あーすごいこれは美味しそうですね、美味しそうだが、うん、だからいざという時に外していく。もうこんだけ跳ねるなら SR でへし狙った方が俺はいいかな、まあ、そこら辺は人によると思うけど。はい、でまだまだいるぞ、ちょっと左怖いか、まあいいや、狙っていこう。おお、めっちゃいる、これはうまし、うましだが反動がしんどい。そして木で、木で隠されて、どうすか、左見てみるか、左も木で隠れてるね。いや、まだ見えるか、ここら辺ならもう見え、キャラぐらい見えないが、ネームプレートに向けて打っていくが当たらず。はい、さああとは木が晴れていいね、ここはなんかいけそうな気がする。ほんとワンマグ1キルって感じだな。まあ慣れたら、この反動に慣れたらもっと、まあ、昔と同じようにとは言わないけど、まあまあなんとかなりそうだけど、うん、ワンマグ1キル、まあ大切にやっていきたい。あ、2キルになった、 OK、 はい、さああとはまだいる、あ、おった。はい、というわけで、まあ、今回はですね SVK の弱体化お知らせいたしました。これを機にね SVK ラバーズの皆さんは DM7 使
ってみてはいかがでしょうか。いやマジで強いよあれ DM7。 はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。では次回の動画の方でねお会いいたしましょう。バイバイ。